こんにちは、レオです。1月に公開した iPad Pro 2020に期待する2つの進化、ビジネスパーソンが普通に使えるデバイスへ、という動画には合計で120以上のライクがつきました。つまり、合計で120人ぐらいの方が僕と同じような期待を、iPad Pro の2020年バージョンに求めてくださったっていうことだと、すごく強引なんですけども言えるかもしれません。まあまあ、ある程度共感してくれたとはいえ、ちょっとこのタイトルは、この動画のタイトルは強引だったかもしれません。まあでも僕がこの動画でやりたいことは、以前公開したその iPad Pro 2020に僕が期待することっていう動画に対する答え合わせです。実際に手元に iPad Pro 2020が届いて3日4日くらい経ったのかな、少し使ってみましたので、まあその使ってみた感想も合わせて、まあファーストインプレッションですね、合わせて、答え合わせをしていきたいと思います。で、その1月の動画の時に僕が言った、iPad Pro 2020に期待する機能っていうのは2つありました。1つはマルチタスク、もう1つはスマホ以上の書き味ということを言いました。それでは1つずつ確認していきましょう。まずマルチタスクは、新しく5月にマジックキーボードが登場したらだいぶ印象が変わりそうな気はしています。というのも、僕は普通に MacBook Pro を、パソコンをね使っている時でも、アプリの表示っていうのは、画面の全画面にアプリを表示させて、でそれで、アプリを使いたい、ソフトウェアを使いたいタイプの人間です。外付けモニターを使う時だけは、1画面に複数のアプリを表示させたりとか、今、4K のモニターにしてるんで、自宅の時はいくつも並べたりもするんですけれども、基本的には MacBook Pro を使う時は1画面に1アプリで、4本指でトラックパッドをなぞってスワイプしてアプリを切り替えるみたいな、そんなマルチタスクを実はしています。なので、新しいマジックキーボードにトラックパッドがついたら、それだけでマルチタスクの UX というのはだいぶ変わるかなと思います。ただ今回の iPad Pro、あるいは iPad OS になったとしても、まだ残る不満があるとしたら、せっかく外付けディスプレイにつないだとしても、外付けディスプレイに本体の画面をミラーリングすることしかできないっていうところが、まだ挙げられる改善できる部分、不満だと思います。それプラス画面の縦横比も、iPad Pro のままの縦横比でしか表示できない。これが非常にマルチタスクをする上で、僕にとっては結構面倒くさい部分だなと思います。なんかこういうのって簡単そうに思えるんですけれども、意外と難しいんですかね。なんか iOS の OS の思想的に難しいっていう話なのか、あるいは何らかの意図があって対応していないのか分かんないですけれども、せっかくパソコン越えを目指しているってことであれば、ぜひ iPad OS の方でも対応していってほしいなと思ってます。そして2つ目の要望が、スマホ以上の書き心地、この書き心地はタイプのし心地ですね、これを挙げました。今週僕はですね、 iPad Pro とここのMX キーズを使って Bluetooth でつないでタイプを試してみました。今のところ非常に使い心地がいいと感じています。で、普通の文章の執筆は全然問題ないので、これからも iPad Pro と MX キーズの併用の、一緒に使うっていうのは続けていきたいと思っています。ちなみに MX キーズはロジクルさんからレビュー用に提供していただいています。今度これは単体でね、またご紹介していきたいと思います。で、しかしこれは別に iPad Pro が新しくなったから体験が良くなったとか、iPad OS が新しくなったから良くなったっていう話では全然なくて、ただこのキーボードだけの話だったりもするので、結局はこのキーボード問題、タイプのし心地問題っていうのも、5月にマジックキーボードが発売されてから、判断しなきゃいけない話なのかなというふうに感じています。で、ここまで話してきて、自分自身話してて思うんですけれども、やっぱりハード面の目新しさっていうのはそんなに感じることはありません。実際に自分でも使ってみてもそう感じました。ただ一点、あえて挙げるとするならば、バカにしてたワイドな、超ワイドなカメラですね、これが搭載されたことによって、うちを最近リニューアルしてというか DIY したので、今最近こんな感じだよっていう部屋の写真を撮るのにすごく役立ったっていう、それだけは昔の iPad Pro じゃ使えなかった機能で、かつ僕は iPhone はね、XS なので、超広角レンズがついてないので、そういう意味では、重宝した場面っていうのはなくはなかったです。やっぱり部屋の写真とか、ちょっと狭いところを全体像を撮るためには、もちろんパノラマとかで撮影してもいいんだけど、広角レンズ、超広角レンズがついていることによって、恩恵を受けるっていう部分はありました。本当に今のところはハードの進化に関してはそれぐらいです。
さてこれでマジックキーボードが登場したらどれぐらい進化してくれるのか、体験が変わるのかっていうのは、果たしてそれが iPad Pro の進化の2020を出した、それを買ったことのによる恩恵なのか、あるいはただキーボードだけ買えばよかったじゃんっていう話なのか分かんないんですけれども、それはもう僕自身も楽しみにしていて、せっかく買ったんだからなんかこいつじゃないとできないような連携が少しでも仕込まれてたらいいなと思いつつ、多分5月に予定通りマジックキーボード発売されないんじゃないかなみたいな不安も、ね、この状況だと感じつつっていう感じで、まあ半分ワクワク半分ドキドキしながら楽しみにしてます。ということで、iPad Pro 2020が、まあ、発売する前にね、僕の手元に届く前に作った動画でもちょっと語った通り、やっぱり iPad Pro 2018を持っていて別にサイズにも不満がない人、僕もそうだったんですけど、今 iPad Pro も前の2018のやつも持ってて全然満足してて 12.9 インチで同じインチで買い替えたっていう人にとっては、そこまでやっぱりメリットは大きくないのかなと、改めて自分で実際に買ってみて思いました。まあ、少なくとも急がなくてもいいかな、マジックキーボードが発売されてもしどうしても2020じゃなきゃいけないものがあるとかね、そういうことが分かった時に買い替えても十分間に合うんじゃないかなというふうに、僕は思います。今後やりたいこととしてはルマフュージョンとかを使ってもう本当にガチで、まあ、重い作業を iPad Pro でするみたいな、そこまでね、突き詰められたらいいなというふうに、まあこれは実際は、iPad Pro 2018を使っている時からずっと思ってきたんですけれども、なかなか、どうしても僕のワークフローとしてパソコンで動画を編集するっていうのに慣れちゃったのですごい腰が重いんですけれども、でもやってみたいなと思っています。まあ前もちょっとやった企画で1週間ぐらいずっと iPad Pro メインで仕事をしてみましたよ、外での仕事をしてみましたよみたいな動画も前作りましたけども、そういう実験を、まあ、また改めてね iPad Pro 2020でもやってみたいと思いますので、もしよろしかったら今後の iPad Pro 動画興味あるよって人いらっしゃいましたらチャンネル登録お願いします。ということで、本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあね、バイバイ。